事業説明については次の6つの項目についてお話しいたします。1つ目は本事業概要について2つ目は本事業の女性対象者について3つ目は本事業の女性対象事業について4つ目は本事業の女性対象経費と女性金額について5つ目として本事業の申請期間、申請の流れについて 最後にその他の注意事項についてご説明します事業概要についてです昨年12月の東京都議会で成立した環境確保条例の一部改正に基づく建築物環境報告書制度は令和7年度から施行となります 本事業はこうした建築物環境報告書制度の円滑な施工に向け環境性能の高い住宅などの設計施工技術向上に関する取り組みを支援することを目的としています事業スキームにつきましては校舎は本助成金事業について1東京都の出演を受けて基金を作り2主に地域公務店である皆様から助成金の申請をいただき3 公社が申請に対して交付決定し、4、決定後に、環境性能の高い住宅の設計・施工技術向上に関する取り組みを実施していただきます。終了後、5、報告をいただき、6、助成金を支払います。この基金の原資は、都民・事業者の税金であるため、厳格な運用が求められます。従いまして、申請時に内容につきまして、 細かいいい確認をさせていただくこともございますあらかじめご了承ください。続いて事業実施期間です。本助成事業の実施期間は令和6年度までです。申請受付期間としまして、この第1回募集を2月16日から9月29日までとさせていただきます。 また、来年に第2回目の募集をする予定で、春から夏ごろに半年間程度行う予定です。予算額につきましては、5億円となっております。次に、2、女性対象者についてご説明いたします。女性対象者は、都内に本店または支店を有し、中小規模、特定建築物等を供給した実績を有する建物供給事業者のうち、 中小企業者等に該当すする方で合わせて交付申請を行う日が属する年度の4月1日から遡って3年の間のいずれかの年度において都内で中小規模特定建築物等を供給した実績を有する方ですその他スライドの下に記載がありますが暴力団や過去に税金の滞納があるものは助成金の対象とはなりません 参考までに建築物環境報告書制度の概要はスライドに記載の通りです。本助成金を受給される方はこの制度に参加していただく必要はございませんが別途募集を行っている環境性能向上支援事業との併給は不可です。次に助成対象となる事業についてです。自社または提携他社と連携した 取り組みによる義務基準等、または誘導基準等を上回る中小規模特定建築物等の設計及び施工にかかる技術向上に資する取り組みに対して助成金を交付します。取り組みの具体例としては太陽光発電の販売、施工、断熱、省エネ施工などの資格取得。例えば 太陽光発電設備の設置工事にはメーカー各社が発行する認定施工 ID が必要となる場合があり当該認定施工 ID の取得にかかる経費等を助成することを想定しております太陽光発電設備設置住宅の構造計算東京ゼロエミ住宅認証住宅性能表示省エネ性能表示等の取得の施行実施 さらには提携他社との勉強会顧客向けの説明会などがございます義務基準と誘導基準はスライドに記載されているような基準を指しますこちらの基準を満たすような設計施工技術向上に係る取り組みについて支援を行います 先ほど、女性対象事業として自社、または提携他社と連携した取り組みと申し上げました。ご覧の絵のように、建築事務所、建材、設備供給事業者などとの提携他社と連携した取り組みについても、女性対象となります。ただし、申請者は住宅供給事業者、いわゆる地域公務店の皆様であり、申請者が経理の取りまとめを、 行っていただきます続いて女性対象の経費についてです表に記載の事項に要する経費について助成金を交付いたします外注委託費研修等参加実施費専門家指導費賃借費具体的には備考に記載した経費が女性対象経費となります 続いて女性対象経費の留意点についてです消費税地方消費税は除きますまた女性期間内に契約取得実施そして支払いが完了する経費となりますさらに女性対象外となる経費の例を記載いたしましたこちらに記した経費については女性対象とはなりませんのでご注意ください 資格の取得ができなかった場合や広報、宣伝費や直接人件費は対象になりません。なお、契約書、領収書が存在しない経費や非交付者以外の他社名義での契約書、領収書等のものも対象になりません。非交付者とは交付決定を受けた申請者のことを指します。先ほどのスライドで申し上げた通り、 申請者の名義にて契約書、領収書を作成されますようお願いいたします。最後に実際に助成する金額についてです。助成率は、助成対象経費の3分の2、助成の上限額としては、事業期間が12ヶ月以内の場合は100万円、事業期間が13ヶ月以上の場合200万円です。ちなみに、 助成金額の1000円未満の発数は切り捨てとします。また、事業期間が12ヶ月以下で申請された場合、一度に限り、既に申請した取り組みとは別の取り組みで再度の交付申請が可能です。この場合、2回目の申請の事業期間は12ヶ月を上限とします。2回目の申請については先に申し上げたとおり、 来年の春頃から夏頃にかけて申請期間を設けますので、その際に申請をお願いいたします。最後に助成金のお支払いについては、取り組み終了後の実績支払いとなり、事前に概算払いをするものではございません。5、助成金申請から交付までの流れについてご説明します。フローズは助成金を 最終的に交付するまでの流れを示したものです。まずは交付申請を行っていただきます。本助成金では事前申請とさせていただきます。交付申請書や関連資料を校舎へ提出していただき、その内容について審査を行います。その審査結果に基づき、校舎から交付決定を行います。 交付決定には申請いただいてから一定の期間をいただきます。不備解消などのやり取りに時間を要してしまうと、より期間がかかってしまいます。また、こちらのスライドには記載なく、後ほど改めてお伝えしますが、技術向上に資する取り組みに関する契約、発注については、この申請中ではなく、必ず交付決定以後に行ってください。 交付決定前に契約、発注等をした場合、助成対象外となります。交付申請にあたっては、誓約書の提出も必要となります。規定の遵守等の記載がありますので、必ず、制約内容を確認してください。制約されない場合は交付決定ができませんのでご注意ください。交付決定についてです。 公社は申請された事業について審査を行い予算の範囲内で交付を決定します審査の結果交付を決定した事業については申請者に対し助成金交付決定通知書を送付しますまた不交付とする場合には助成金不交付決定通知書を送付します交付決定の際にお出しする交付決定通知書に 記載した女性金額は限度額であり、女性事業者に対して実際にお支払いする女性金額を約束するものではありません。女性事業者から実績報告の提出を受けた後に、公社からの通知により、女性金額が確定します。なお、実際に女性事業にかかった経費が交付決定額を超えた場合であっても、当初決定し、後者が通知した 女性金額を超えてお支払いすることはできませんのでご注意ください例えば女性対象経費が90万円だとして60万円の交付決定を受けた場合実際に取り組みを行い女性対象経費としてかかった金額120万円だとしても80万円はお支払いできず60万円が上限となります交付決定後に契約締結 そしてて技術向上に資すする取り組みを行っていただきます女性事業の開始日は校舎が女性事業の交付を決定した日以降となりますので女性事業にかかる契約等は交付決定日以降に行ってください繰り返しとなりますが交付決定日よりも前に契約発注納品支払いが終了した項目については女性対象外となります 女性事業、いわゆる技術向上に資する取り組みが完了した後の実績報告についてです。女性事業が完了したときは、実績報告書、兼女性金交付請求書及び必要書類を後者に提出してください。提出期限は女性事業完了日から60日以内です。女性金額の確定、支払いについてです。 確定する本助成金の額は交付決定通知書に記載した交付決定額と実績報告額のいずれか低い額とします実績報告書の審査完了後助成金額確定通知書を送付しご指定の口座へ助成金をお支払いします書類提出方法についてです原則として電子メールで提出してください 提出の際の件名についてはスライドに記載の通りとしてくださいまた申請の方法について今後申請システムによる申請に移行する予定です書類提出お問い合わせはクールネット東京建築物環境報告書制度推進事業担当までお願いしますそのほか注意事項です ご提出された申請書などに不備があった場合、ご連絡をし、修正のお願いをいたします。それから3ヶ月以内に必ずご回答をいただきますようお願いいたします。ない場合は、その申請は撤回されたとみなします。グループで申請される場合は、主幹事社となる会社がすべての経費についてまとめて経理処理を行うようにしてください。 最後に法令等の遵守についてです。取り組みを実施するにあたり、断熱、省エネ性能の向上や再エネ利用設備の設置に伴い、建築物が重量化することから、中小規模特定建築物等の設計、施工において必要な構造安全性の確保が必要となります。具体的には、令和7年4月以降、 建築基準法に基づく木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準案への対応が求められます。また省エネ基準の適合義務化に合わせた木造戸建て住宅を建築する場合の建築確認手続きいわゆる4号特例の見直し令和7年4月施行予定への対応も求められます。 こうした法令等改正に対応した設計、施工技術の向上に向けても本事業をご活用いただけますのでご検討ください。2月16日より申請の受付を開始します。以上で設計、施工技術向上支援事業のご説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。